これ声って聞こえてますか？あれ？これダメなやつ？わかんないよ。これ声聞こえてますか？ちょっと待って、わかんないかも。声聞こえてます？あ、聞こえてますか？よかったです。すいません、本当に待っていただいて、こんな夜遅い時間まですいません、本当にこんなになるつもりはなかったんですけど、待っていただいた方本当にすいません、ありがとうございます。これは画質をちょっとだけ悪くする方法を教えていただけると嬉しいんですけども、これはどうやったら画質を悪くできるんでしょうか？増えました。画質を悪くしたいんですけど、どうすればいいんですか？まあいっか、画質を悪くしたいんですけど、まあいっかすいません、本当にこんな時間まで、もうそんなにいい時間ですね。本当に今お盆ですよね。私たる、あ、フィルター使えばと、フィルターがね、ちょっとどこにあるかがちょっと存じ上げないんですよ。あ、こちらかな、違いますね、これかな、違いますね、どれだ、これかな、違いますね、どれ、わかんない、増えるんだけど、わかんないよ。なんか顔色悪くないですかこれちょっとわかんないんですいません、ちょっと顔をやらせていただきます、すいません。そうですね、本当に今日は思い思われ振り振られの初日でした。今日というか8月の14日ですね、昨日ですね、はい、いずれにしたってしまってすいません。で、本当こう初日を迎えるのがすごく久しぶりだったので、その感謝の気持ちと安心して嬉しい、ほっとした気持ちも伝えたいなと、インスタライブしたいなと思って、たくさんの方に改めて映画見ていただきたいなと思って、はい、インスタライブをしようと思っておりました。はい、あ、コメントこうやって、あ、ここで見れるんですね、ここというか、なんというか、はい、ございます。はい、はい、あとね、私たちはどうかしているも12日から水曜22時から始まりましたし、それも感謝の気持ちしかないですね。無事に放送開始できたことがすごく嬉しいです。で、本当に声聞こえてるのかな、わかんないな、はい、本当にありがとうございます。本当にこの時間までお待たせしちゃってごめんなさい。いや、本当にお盆、学生さんが多いのかな。あ、そうだ、舞台挨拶の中継も見たよって、あ、嬉しい。そうなんです、今日フリフラの舞台挨拶がありまして、それがまあ今こういう状況なので観客入れてということじゃなくて、生中継でいろんな111巻だったかなの映画館で生中継かしてするみたいな感じだったんですけど、それ見ていただけた方いますか？お、これはそうということかな。あ、ありがとうございます。ちなみに思い思われフリフラレを映画館で見ていただけた方いますか？はい、いますか？ぜひ。あ、嬉しい嬉しい、舞台挨拶もいる。いや、ありがとうございます。舞台挨拶の様子とかは YouTube でも上がってるので、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけど、はい、あとそうですね、あと私たちはどうかしているも見てください。はい、あとちょっとインスタライブがちょっと本当に初めてなもので、何をお話ししたらいいのかと、あとすごく画角が手持ちなので安定したいので、酔った方本当にごめんなさい、本当不慣れで、急いでちょっとさっきまでね、ちょっといろいろ立て込んでおりまして、何これ、立て込んでおりまして、はい、ちょっと準備する時間がなくて、とりあえずちょっとマシにして急いでやっております。はい、はい、そうなんです。で、これは何個かコメントを拾わせていただきたいという、はい、気持ちがございまして、質問を3つほど募集したいと思います。なんかわかんないんだもん。
はい、じゃあなんか質問も欲しいです、すいません、お願いしていいですか。それまでじゃあ反映されるまで、あ、仕事中ではないんですよね、本当にすいません、仕事中ではないです、今は仕事中ではないです。はい、あ、映画見た人ありがとうございます。皆さんも本当こんな暑い中お疲れ様です。暑いですよね、熱中症にもちゃんと気をつけていただきたいです。いやもうクラッといきますからね、吐き気とか。あ、撮影だ、あ、撮影じゃない、質問だ、どれにしようかな、タメ口にして、お、はい、でこれ何なんだろう、私ちょっと絶対使い方間違ってるんだもんな、あ、これ?あ、これ?あ、なるほどね、あ、こういうことできるんですね、はいはいはい、ちょっと待ってください、待ってください、ちょっと待ってください、この焦っちゃうからダメなんですよ、一回ちょっとね、ほんと家に帰るとオフモードになってしまって、はい、どうだ、みなみちゃん体調大丈夫ですか。はい、すごく元気です。はい、なんだろう、意外と夏バテもせずに元気に過ごさせていただいております。はい、はい、じゃあ次、次というか何なのか、あ、学生の皆さん勉強頑張ってください。本当にこの夜遅くまでやってる子も多いと思うんですけど、いや本当にすごいと思います、心から応援してます、頑張ってください。次、あ、夏におすすめの食べ物、いやでもトマトとか、私夏野菜すごい好きで、きゅうりもズッキーニもナスも好きだし、はい、一番はオクラかな、やっぱり体にもいいし、オクラって美味しいですよね。はい、あのオクラときゅうりをこう塩昆布とかでこうあえたやつが好きですよ。明日の朝ごはん食べようと思ってました。どうしよう、じゃあキリのいい時間で、じゃあ2時、じゃああと5問だけ答えます。はい、失礼します、すいません、どれだ、すいません、いい質問ちょっとね、せっかくなんで初日なんでやらせてください。これね、本当にごめんなさい、ちょっと僕わかんない、あ、はい、質問の答えは、私は山本あかりという役を演じてるんですけど、あかりちゃんが文化祭の日の屋上で自分の好きな男の子に、一回振られてしまっている男の子に写真を撮ってもらうところです。はい、なんか自分はそういう青春なかったですけど、なんだろうな、まあ、ツーショットとかとは違うじゃないですか、ワンショットでカメラを向けてもらう一眼レフみたいなものをね、っていうなんかすごい思い出にも残るし、自分がどういう表情をしているのか、インカメだから、インカメじゃないからわからないじゃないですか、だからすごい印象的で、夕日も綺麗で、なんか想像するとキュンキュンしちゃうような、なんか1秒が1分もっと長い時間に感じちゃうような、そういうシーンになっているのではないかなと思います。はい、次、はいはいはい、あと4個、にゃん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 、あ、すいません、本当に、あ、猫派?犬派?なるほど、もともとすごい犬派で、最近実家が猫を飼い始めたので、なんか猫派に傾いてきてます。ただ今日はストーリーにあげた、なんだっけな、あれは
茶色いモフモフのやつ、あれなんだ、あれなんだっけなあとトイプードルトイプードルはあのいとこの家の犬なんですけど、めちゃくちゃ可愛いなと思って、トイプードルはすごい好きですね。でも犬でもし飼えるとしたらポメラニアン、ポメラニアン可愛いですよね。まあ、飼うとちょっとだけうるさそうだからあれなんですけど、ポメラニアンか、うん、トイプードル、ティーカップトイプードルみたいなやつがいいなと思っちゃいます。で猫だと、うちの実家の猫はアメリカンショートヘアなんですけど、ちょっとおてんぼすぎるんで、本当はマンチカンかスコティッシュフォールドらへんがいいなと思ってます。まだ飼ってないんですけど、本当切実に飼いたくて、まあ、現実的に言うと猫かな、犬だとちょっとかわいそうみたいなところがあるみたいなんで、はいはい。であと3問、あ間違えた、こうじゃないね、はい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 、どれにしようかな、これね、あ、これ、あの、質問なんか言えないですよ。でも、パジャマじゃないです。服です。はい。ありがとうございます。次いきます。こうやってか、あと3ついきます。はい。今食べたいもの。いや、こんな深夜にね、言葉だけで見せて、コメントこれ大丈夫？大丈夫そう？はい。食べたいもの。サーモンとか、あと、豚肉とか、あとは、ピンクグレープフルーツとかもいいですよね。いやーなんか爽やかな美味しい元気出るもの食べたいですね。ちょっと一旦失礼しますね。これはコメント大丈夫？これ大丈夫？どっちそう、どっちどっちどっちなんだろうな。ああ違う、間違えた。もうわかんない、何これ。はいすいませんでした。これは後で消せるかな？消せないのか。あ、じゃああと2問いきますとりあえずこれって放送事故なのかな。まあそんなに変なところ見られてないんで大丈夫です。まあ、ここはね自宅ではない可能性もありますからね。はい、これ配信できてます？本当わかんないな。あ、これいい質問。ステーキ派？焼肉派？いや迷うんですよね。いやステーキだと1人前決まってるじゃないですか。だから誰かとシェアするみたいな、そういう気持ちのあれがないからいいんですけど、焼肉もね、私タレが好きなんですよね。焼肉のタレ、タレの味だけで言うと私ステーキより焼肉が好きですかね。はい、でも焼肉も美味しいですよね。いろんな部位食べれるっていうのが焼肉の魅力ですよね。一人焼肉とかだと結構焼肉好きですけど、今でも食べに行くってなったら、こうハードルが低いのはステーキかなと思います。パッと行ってパッと帰れるから。うん、はい、次ラストです。すいません、こんな時間まで。あと何にしようかな。うん、あーごめんなさい、ちょ待って、え、あら嘘やん、ちょ待ってください。難しいんですよこのなんかいろいろ、あ、待って難しい、待って、うん、最後に一言いいじゃん、これにしよはい、はい、すいません、ですね、はい、今日は本当にたくさんの方見ていただきありがとうございました。本当にこんなに遅い時間になってしまったことは切
実に本当申し訳なかったと思っております。本当に。なのにやっぱりこう長い時間は皆さんのことも考えて、まあ、自分のあれもそうですけどできないということで、と短い時間になってしまいましたが、本当にそれはすいませんでした。ただ本当になんかこう新鮮な体験をさせていただいてすごく嬉しかったです。そうですね、もうちょっとお仕事が落ち着いたらまた改めてもっとちゃんとした時間にインスタライブをリベンジできたらなと思っております。フリフラ、そしてアタド、たくさんの応援反響ありがとうございます。コメントも DM も全てとは言い切れないとは思いますが、時間があるときにさせていただいております。本当にたくさん日々支えていただきありがとうございます。改めて今日は映画の初日を迎えることができてよかったです。インスタライブ本当に、正解は残せていないと思いますが、見ていただいてありがとうございました。本当に皆さんの貴重なお時間をこんな時間に見ていただきありがとうございました。じゃあね、いいのかなこれで。はい、切り方をどう教えていただきますか。ちょっと待ってくださいね。あ、これだ。はい、あ、ちょっと待って、 6.6 万人、あー、6.6 万人ありがとうございました。失礼します。